ちょっとよく見えなかった。はい、コツもあるんですけどね、こうやってやると結構大きい渦ができるんで、まあ、15、6滴くらい入れます。で、まあ約束で振ります。よく振ったら今こんな感じ、はい、だってじゃあ他の色ので、トルネード実験機っていうのは一般的にはね、こういうボトル2個を使って、うん、連結したやつをね、こういうふうに回転させると、うん、早く落ちるってやつね、はい、これがまあ一般的に紹介されてるやつだよね。トルネード実験機っていうものなんですけど、うん、水と洗剤とボトル1本で済むような、ね、はい、簡易版を作っていこう。 500ml のペットボトルはこのボトルの底が平らなもの、炭酸とかだとちょっとねデコボコしてるんですけど、まあ、こういう平らなものを使います。水を、これは 350ml いきます。 70% ぐらいってことね。そうですね、大体それくらい、うん、そしたら次洗剤ですね。洗剤を、まあ、15、6滴くらい入れます。こういうやつね。で最後に溶液に色をつけるんですけど、はい、で振ります。これで混ぜるとしたら今こんな感じになるんですけど、これだとちょっとトルネードが見えにくいので、じゃあこれ落ち着くまで待たなきゃいけないってこと、待った方が、はい、はい、じゃあ待って。まだちょっとね細かい泡が残ってて落ち着かないんですよね、うん、まあこの泡が落ち着くのがまあ数分くらい、うん、ちょっと回しても、うん、まあ、こうやってまだ濁ってちょっと見えにくい、見えにくいよね、はい、だからまあちょっと数分くらい置かなきゃいけないんですけど、うん、ちょっとあらかじめねここに作ったものを用意してあります。はい、うん、ここまで落ち着けば、うん、ちょっと一個回してみるんですけど、はい、こうやってしっかり見えるし、あと、うん、泡切れがいい、何回振っても大丈夫、泡切れがいいのでね。最初だけ落ち着くのにちょっと数分かかるっていうことで、はい、ペットボトルの形が気になってんだけど、ああ今ちょっと2種類用意してあるんですけど、うん、どうしよう、まあ、見やすい方で言うとやっぱりこっちの方がストレートのね、うん、安定した回転が実現する方を優先するってことであれば、別にそのペットボトルの形にこだわらなくてもいいと思います。底面がこういう平らなやつを使用するっていうことですよ、うん、はい、色がもうあなんか相性悪いとかあるんじゃないですか。これ結構俺の方は見えてるんですけど、これライトのせい、ライト垂らしてらっしゃる場合はね、ストレートのボトルの方が左に邪魔しないんだと思うんだね、うん、あの他のボトル、この波のあるボトルは扱いやすいんだけど、光を照らした時はちょっと見えにくいみたいね。ですね、うん、はい、OK です。